皆さんこんばんは。仮面女子のさくらゆきです。仮面女子高生ウエストのごひつぎりみゆです。さあということで始まりました、はい、パッション TV ウィズ仮面女子。今回はアミューズ豊中店に来ております。さあということで今回も実践しますけども、しますよ、はい、今回このメンバーですが、はい、ごし、はい、ウエストメンバーが最近あんまり調子よくないのよ。え、負けてるんですか、もしかして。そうなんです。先週もね、ゆきちゃんが圧勝しまして、粘り勝ちました。粘りだって、いや粘ったね。粘り勝ちです。土俵際まで行ったけど。そうなんですよ。最後の最後で。最後の最後まで。吹っ飛ばすみたいな。はい。そうやってやっぱ受験勉強も戦ってきたのかな。そうなんですよ。もう浪人経験者ですから。粘り勝ちの浪人生ですから。なんとゆきちゃん、はい、東京大学出身ということで、このネタもずっと言っておりますが、はい、まあちょっとコーヒー頑張っていただきたい。はい、今回は勝ちたいと思います。ね、はい、今日打つ台がですね、北斗の拳セブンでございます。おー、キャラクターなんか知ってます？キャラクターですか。この前、前回の実戦でちょうど打たせていただいたんですよ。パチンコの、あ、スロットの方。印象的なキャラクター誰かいました？北斗。北斗っていうキャラいません。あ、そうだ、間違えた。今日打ってキャラ覚えましょう。行きますよ、もう行きますよ。はい、はい、行こう、行こう、なんだっけ、ケンゴロウだっけ、ケンジロウだっけ、ケンゴロウ。今回3人が訪れているホールはアミューズ豊中店。同ホールは豊中南インターから車で5分のお店。パチンコは680台、パチスロは280台で、広い店内と幅広い機種ラインナップが魅力的なホールですよ。さあということでね、今回の実践機種はこちら、パチンコ CR、はい、北斗の拳セブン転生でございます。スペックは大当たり確率が 319.7 分の1 で、 65% で各辺に突入いたします。なるほど、 65% で、もう東大アイドル、はい、ゆきちゃんですね、はい、先ほど北斗の拳セブンの4大エースを30秒で覚えてもらいました。覚えました。さあ覚えてるでしょうか。じゃあ北斗の拳セブンの4大エース言ってください。百裂拳予告、百裂拳予告、ラオウ VS、あ、ケンシロウ VS、ラオウリーチ、カオーゾーン、キリンガラ。お、完璧でございます。さすが、暗記に関してはアイドル1じゃないでしょうか。はい、すごい覚えますよ。いや、すごいすごい、本当にね。あとは実践で見るだけです。そうね、はい、見たい。その4大予告をね、出していただきたい。百裂拳予告、はい、これ知ってますか、2人見たことありますか。見たことないです。見たことないですよ。もうすごいですから、インパクトが。はい、そんなにですか。画面が壊れたみたいな感じの演出になりますからね。天使郎が出てきて百裂拳をして、画面が壊れる。さあ、そして保留変化、そして疑似連予告、もちろんございます、はい、で、先読みで強いのは先ほどね、ゆきちゃんが言いました、はい、覇王ゾーン。そのゾーンに突入するともう大チャンス。覇王ゾーン行きたい。で、ここ上にね、ロゴがありますね、北斗の拳のロゴ。はい、ロゴ。ここにもね、キリン柄が出たりすることありますから。あ、そうなんですか。そうなんです、はい、もういろんなところで演出が起きてますんでね。で、なんといっても、はい、北斗の拳セブン、バトルが楽しいです。バトル、バトル、各編に入った時のバトルがすごい楽しい。へえ。なんでぜひ各編には入れてもらいたいですね。おっと、ゴッヒーの台でリーチが外れたみたいだが、さあ今リーチ外れ後に一瞬アミバが、はい、今リーチ外れ後に一瞬ね、はい、アミバが出ましたけど、はい、あのアミバが出てくれば、はい、アミバチャンスというのに突入します。アミバチャンスで、そこに発展すると、はい、それまでの横系やリーチが弱くても、はい、当たる可能性があります。おー、いい人ですね。なんで結構チャンス、 30% ぐらいの期待度があるので、すごーい。アミバチャンスにも期待してください。はい、はい、ゆきちゃんはでも、はい、若い時からアイドルやって、はい、17からやってますね。え、恋愛経験はないですよ、マジで一回もない。はい、だからもうなんていうの、でもめっちゃ知識は豊富です。なんてネットで調べるから。あ、知識は豊富。恋愛系のヤフー知恵袋見るのめっちゃ楽しいんですよ。一番危ないタイプですよ。知らん人の恋愛の悩みとそれに関するアドバイスみたいなのはめっちゃ見てます。危ない危ない。
だからもうなんていうか、うん、多分頭の中のシミュレーションは完璧です。恋愛に対するいつでも OK。 私実経験はないけど、はい、実際の経験はないけどシミュレーションは完璧、はい、完璧ですね。いつでもできます多分。あのこの前 VR で壁ドンされるシミュレーションしました。VR で壁ドンですか。どうやった、どうやった。結構、うん、もっとときめくと思ったんですけど、うん、割と不愉快だった。不愉快。壁ドンはじゃあやられてもそんな嬉しくない。そうですね。なるほど。嬉しくない。めんどくさいやっちゃで。めんどくさいやつだ。めんどくさいですか。いつか素敵な恋愛を夢見る東大アイドルの第二。さあ今ねまだ続いております。これ外のオーラの色も注目してくださいね。このオーラの色が緑赤と発展していけばチャンス。あ今緑赤までいけば結構期待できますよ。はい赤までいけば。さあ保留もね変化しました。なるほどなるほど。緑ですね今完全にできれば赤まで。怖い。あ緑のままか。緑のまま。これはキャラ分かりますよ。ユダ、ユダとかいますね。ユダでこのリーチ後に百裂拳予告が出れば、はい、信頼度がね大幅にアップします。なるほどなるほど。さあ出てきました剣王。なんと注目のケンシロウ VS ラオウリーチに発展。ここでのチャンスアップはラオウの相場国王号がいる方。ポッキお。もう一つのチャンスアップはこの後のバットのセリフが。我が生涯に一片の悔いなし。いいですよ。どうやら今回はチャンスアップとはならず、あとはカットインに期待する波。さあカットイン。ここで、あ、キリガラ熱い。キリガラ、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 キリガラ。我が生涯に一片の悔いなし。いいですよ。さあカットイン。ここで、あ、キリガラ熱い。キリガラ、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 キリガラ。あるよ、あるよ。あ、カット来ました。マジで貴様は俺の命を逃げることない。シンキン。さあさあユキちゃんが、はい、ケンシロウ VS ラオウリーチで、はい、大当たりキリンガラも出しました。イエーイ。素晴らしい。早い。素晴らしい。今回は通常大当たり。いいですよこれは。さあさあで北斗の拳セブンはこの大当たり中のバトルで拳士が勝てば、はい、ね、あの格下に入りますが負けてもまだチャンスはあります。はい、ラウンド終了後にね。はい。あ、さあどうなるか。さあ連打。ケンシは立ち上がれば格変バトルに入ります。あーダメだ。あらバトルに入らない、負けた。大丈夫、でもこの後まだチャンスがあります。はい。しかしこのヒデブゾーンでも4000いってないですね。ちょっと弱いかもしれないですがまだわからないですね。ロゴにパワーを貯めるのね。さあこれでねロゴにパワーを貯めていきます。するとロゴの色が変化していきます。今青、あ、すごい、色、緑、色変わってる、色変わってる。さあ緑、これで落ちてくればバトルラッシュ突入、はい、格変突入です。はい、押したー。落ちない。さあということでこうなると終了。格変に入らず通常で終了。いや惜しいですね。左打ちに戻してください。残念でございます。さあということで今ゆきちゃんがね単発で残念ながら終了しましたけど、はい、ここでバトルいきたいと思います。イエーイ。さあここから個人戦ですね。ゆきちゃんとゴッヒーの個人戦、はい、この時間から大当たりが
終わるまでに回数が多い方が勝ちとなります。はい、わかりました、はい、頑張ります。ぜひね、一発当てて勝利をもぎ取ってもらいたい。任せてください。前回はゆきちゃんが勝利して、はい、ご褒美のダッサイお酒を持って帰りました、はい、お酒持って帰ったんですか。そうですよ、もうあの日はに合うんで、もうあの日はいい気持ちでお酒を飲んで、はい、自分の料理に、うん、あの日本酒に合う料理を作って食べます。料理を作って、はい、飲みます。なるほど、いい夜を過ごしました、はい、ね、素敵。そこで一人だけっていうのが悲しいですけども、はい、そうなんですよね、なかなかボトル開かないですよ。その時に、はい、彼氏でもいれば一緒に飲むみたいな、はいはい、そういう色っぽい展開ね。そうなんですよね。いかいか、いやー、大人だわ、なんかそういうの。いか、火がついたの、なんか、はい、ゆきちゃんに火がついた、あかあか、あーもう、おい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 ですね、火がついてるからお酌とかしてあげたいですよね。さあ、頑張ってくださいね、今日もご褒美が待ってるかもしれません、はい。さあ、後半のバトルで勝つのはゴッヒーなのか、それとも夢見る乙女のゆきちゃん。今日もご褒美が待ってるかもしれません、はい、さあ、今夜も早速バトルスタート。あ、チャンス、チャンス。さあ、エンブレム焼くものが今回転開始時に発動しまして、今緑でしたけどね、あれが赤ならさらにチャンス。できればここがね、赤になってから発展する方がいいですけど、はい、あー、赤まではいきません。あ、キリンキリン、今キリン出たよ、ロゴに。え、何ですか、ロゴにキリン出た今、はい、一瞬キリンが出ましたよ。なんとバトルが始まって間もなくゴッヒーにキリン柄が。これで期待度が格段にアップしているが、ここから非常の奇跡リーチへ。いや、ゴッヒーこれ熱い、キリン柄出てるから。熱いですか、うん、一瞬キリン柄がね、出ました。嬉しい。これはまあ後半まで発展するでしょう。頑張れ頑張れ、やばい。うわ、しかし粘り勝ちタイプだからまだ焦る時間ではないとか言って、ね、ゆきちゃん本当は不安なんでしょう。発展しました。え、仮面女子っぽいぞ。取ったよ。なになになに、すごい。いけー。さあ、この後カットインにも注目。なに、緑、あー、ちょっと弱い。頑張って。だー、だー、ダメだ。ダメじゃん。もう負けちゃった。残念、負けてしまいました。そこまで行ったのに残念。ちょっとチャンスでしたけどね。あ、さあ、ということでゴッヒーまだ当たりなしでございます。ショック、頑張ります。チャンスアップは絡んでいたんだけどね。続いてはゆきちゃんの代。そうそう、自分もね、北斗の拳のキャラクターになったつもりで、はい、世界観に入り込んで打ってください、はい、その方がより楽しめますよ。あ、いいですよ。するとゆきちゃんは、いいですよ、いいですよ。これはやられるキャラやな、すぐ。これはすぐやられるキャラやで、これ。と、ここで、あることを思い出す。そうです、ゴッヒー、はい、仮面といえば、なんかあれでしょ、はい、大晦日に、はい、なんかあの昇格するんでしょ。そうなんです、ウエストメンバーが、はい、どういうこと、どういうこと。私たち、ついこの間の10月22日に超組閣発表っていうものをさせていただいて、超組閣発表、はい、うん、その時になんと仮面女子高生ウエスト全員が、うん、第4の仮面女子イースターガールズとして12月31日の大晦日の2部公演で初披露させていただくことになりました。そうなったらどうなるの、イースターガールズになったら。そうですね、衣装だったりとか曲だったりとか多分すべて変わると思うんですよ。そういうのも変わるんだ、はい、そうなの、はい、頑張ってね。頑張ります。さらにじゃあ活躍の場が広がる可能性がある。そうです、そうです。たださっきあのスタッフと話しまして、はい、あの今日大当たりなかったらその昇格話、いや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 、NG、なし。それはちょっと
ります、ね、いや本当だから当ててください。いやもう当てるしかないですね。頑張ります。話しましたから怖い怖い怖い。マネージャーさんいいですよって言ってましたよダメですよ、何も良くないです、何も良くない。いや本当ね、今日当たんなかったらコーヒーだけ昇格できません。嫌です、そんなの絶対無理です。じゃあ当ててください。急にゴッヒーが窮地に立たされてしまったが、そんな中、ゆきちゃんの第2位チャンスですよ。ゆきちゃんこれ、いいですよ。さあ、そろそろ時間がなくなってきたぞ。来た。さあ、3連で赤エンブレム。さあ、さあ、来い。これは熱い。赤いよ。ゆきちゃん頼むよ、これちょっと当ててよ。頑張れ。来た。お、2回目の百裂拳。百裂拳赤く出た。かっこいい。ダブル百裂拳が発生しております。ケンシロウとユキちゃんのダブル百裂拳これを当ててもらわないと困ります。2回目ですから百裂拳予告2分の1ですから。ウイグル大丈夫、ちょっとリーチがちょっと弱い気がするけど、うん、大丈夫でしょうか。さあチャンスが出ました。これちょっとキリンから欲しいね。ウイグルってモンゴルの民族ですよね。そうです。来た。お、来た。キリンから、キリンから、これは当たる。あったあったやはり粘りの雪。粘り勝ちましたよ。粘り勝った。あだだ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 だ。まさに粘り勝ちです。すごい。素晴らしい。喜び方が独特ですが、まあそれは許しましょう。それは許します。いいですよ。やったー。さあ。ちょっとバトル入れようね、これは。バトル、バトル入れよう。バトル、65%。もういい顔してるよ。いけ、立ち上がれ。あ、いくよ。あ、立ち上がった。さあ、バトルラッシュゲット。バトルラッシュゲットです。ついに、ついに来ました。バトルラッシュ、来いよ。キャラクターセレクト。はい、これで自分の好きなキャラクターを選びます。これどうやって選べばいいの？どれ？これ。あ、ああ。届き。何かもう説明書がないと分かんないに決まってるじゃないですか。肝心なところでしょうよ。で、自分のキャラクター時になりました。全然興味ない。どうしよう。全然興味ないとか言うな。どうしよう。ケンシロウのお兄ちゃんですよ、時は。北斗の拳セブンのバトル中はリーチに発展すると4回相手と敵と戦います。でその戦う敵がこれね、発展したときにここに表示されている敵、はい、戦います。なんで勝ちやすい敵ね、あまり勝てない敵と言いますが、こういうアミーバとかがいるときに発展するともう大チャンスですね、はい、アミーバが他のところにねいるときでも発展すると大チャンス、はいはい、これラオウ、ああ、でも何これ、あ、大チャンス。さあユキちゃんこれ大丈夫ですよ。バトル開始。はい、バトル開始ですが、最後のところに今ね赤いマークが出ました。これ大丈夫です。大丈夫ですか。ほらこれ4つ目にね、キャラクターではなく、はい、これで勝てる意味が分かんないですよね絶対無理ですよね。ゆきちゃんは頭良すぎて時の弱攻撃に疑問を持ってしまったようだが、さあウイグルです。ウイグルです。
これはアミバの次に勝ちやすい相手となります。おー大丈夫、さあ当たりました。さらにバトル中の当たりは全て16ラウンド。おー、さて右打ち中の当たりはね全て16ラウンドになります。さあ連チャン、継続。その大当たりの出玉はというと2400ゲット。頑張れ。さあ2回目のバトルラッシュスタート。次の対戦相手は、うわー始まった。あ、でもいいよ、相手の攻撃が弱いよ。あー引き分けで、次が龍拳なんでちょっと勝つのは難しいかもしれないですね。勝って、はい頼む。あ勝った、よし勝った、よし3連目イエイイエイ。結果発表。さあということで、はい、今回はね北斗の拳セーブ打ちましたが、はい、結果の方を発表します、はい、今回の勝者は桜木ちゃん。やったー出ました。しょぼい百裂拳予告が出ましたけども、はい、喜びのポーズということ で、はい、そうです。もうそれはね当たってないからね。なんで当たらなかったんですか。いやそれこっちが一生懸命打ってたんですけどね。ちょっとあの本当にね、うん、見せ場もあんまりなかったんですよ。なんで視聴者の皆さんに謝ってもらっていいですか。もうアップで謝ってください。アップでもごめんなさい。ということで、はい、ゆきちゃんは最後の最後で、はい、ね、粘り勝ちました。粘り勝って、はい、バトルにもしっかり入れて、はい、ね、百裂拳予告もなんと2回見れて。2回見ました。どうでした、百裂拳予告。え、すごい迫力でしたよ。画面壊れたって思いましたよ。そうでしょ。そうなんです、それを見れてないから ね、はい、ね、横からチラッと見ました。よく横からチラッとして、ゆきちゃんの画面で見ました。やめてくださいチラ見するのは。まあでもこれでね、はい、あのせっかく年末にイースターガールドに昇格っていうことだったんですけど、はいはい、残念ながらね昇格がなくなったということ。いやそれはないですよ ね。ちょっと心配になってるやん本当に。心配になりますよそんなこと言われたら。まあでもね本当、はい、イースターガールドになるからにはパチンコ番組出た時もねちゃんと当ててもらわないと困るよね。そうですね、やっぱりタレント持ってるか持ってないかの2種類ですから、あ持ってるぞってとこ見せてもらえないと、ね、ちょっと、ね、仮面女子持ってないのかなってなったら困りますね。まあ前半は全く持ってなかったですけど、ね、いや粘りがちって言ってないですか。はい、短期万世型なんで。ギリギリ、ね、まあでも本当北斗の拳成分ね、百裂拳予告をはじめ、はい、すごい演出が皆さんありますんで、ぜひ皆さんも楽しんでいただきたいと思います。はい、ということで今回はアミューズ豊中店からお送りしました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。